今日はだいぶ前に買ったパズドラマンを開けていきたいと思います。びっくりマンのパズドラバージョンですね。なんですけどしばらく開けていなくて、はい、賞味期限が切れてますねはい、賞味期限切れなのですが食べていきたいと思います。シールはじゃん、山本 P パズドラマンシール、パズドラ海の親、クマの T シャツとレモンサワーが大好きな愛妻家はパズドラ界の平和と発展を祈り今日も吠える。パズドラ界の噂、誰もが楽しめるパズドラの魅力は山本 P 嫁レビューで完成したらしいぞ。はい、山本 P でした。はい、レアなのかな、どうなのかわかんないですがね。もうなんか絶対食べれるものじゃないかも。はい、食べていきたいと思います。食べたら普通のチョコですね。チョコの油分が出てきて固まったみたいな感じの白さですね。3ヶ月前の賞味期限。はい、ゴミ箱に。じゃあ次、スーパー覚醒ゼウス、パズドラ界より放たれたまばゆきゼウスビームでゼウスが覚醒。聖なる全能神は無敵簡単、悪魔成敗も美女と大金にはさらに弱体化。スーパーゼウスと覚醒ゼウスはオールマイティなヘッド指揮官でパズドラマン頂点に君臨。スーパー覚醒ゼウス、
タマドラゼウス。激動のパズドラ界に突如現れた謎多きモンスター。仲良くなったモンスターの能力を覚醒したら発光ゼウスになっちゃった。特技奇跡。ベビーの頃からモンスターの能力を覚醒できるらしい。タマ、はい、タマドラゼウス。覚醒ブラックディオス。悪神に染まる双子のゼウスを黒き閃光が射抜く。ジュピタージェネシススピリット宿り。覚醒す闇の自身。自陣士はパズドラ界へ破壊光線、レインボービームウェーブ照射。ブラックゼウス、覚醒ゼウス、ディオスの超極悪疑似とシンクロ、悪神ヘッド、堂々降臨。よくわからないですね。はい。ブラックディオス。そしてこちらゼウス。神々の王と呼ばれ、パズドラ界で圧倒的強さを誇る光の全能神。その両手で全てを裁くというが、女神のヘラにはかなわない。ゼウスが放つラース・オブ・ゴッドはあらゆる敵がひれ伏すほどの最高威力なのだ。はい。で、以上です。ナンバー24、1、23、20。ということは、20、21、22がなくて、23、24と1です。1ゼウス、タマドラゼウス、ヤマモト P、 覚醒ブラックディオス、スーパー覚醒ゼウス。はい、こんな感じの中身でしたね。シールでは食べます。ちょっといい色が怖いんですけどね。
ぬか食べ終わりました。中のチョコレートは少し白かかってて、見た目がちょっと怖かったんですけど、周りのウェハースは湿気ってなくて、すごくザクザクというかサクサクしていました。うん、どうにか食べられましたね。はい、スーパー覚醒ゼウス、山本 P ゼウス、覚醒ブラックディオス、玉ドラゼウスでした。おしまい。